まこなこです。2018年3月8日のアップデートで開発という要素が加わったので、その活用のコツを紹介していきたいと思います。開発はこの画面の内製の一番右側、もしくは PC 版であれば左側のメニュー真ん中のところから選ぶことができます。これを押すとこのような画面が表示されます。拡大縮小も可能です。で、この左下ね、開発新設とありますが、ここの4つ、継続発展、発展撤去、この4つが基本的なメニューになります。で、一方この画面上マップで緑色、水色、そして青色と3つのね色がありますが、これ右上の方に書いてありますが、それぞれ特徴があると。大きく分けて城の隣接エリア、特殊なものが建てられる場所、そしてそれ以外自由に建てられる場所というような扱いになります。このあたりのね詳しいことは分からなくても、なんとかプレイはできますので、必要以上に考えずにやっていきましょう。ではまず新設をやります。するとこのようにメニューが表示されますが、建てられるもの、これ左側とね真ん中と右側、実はこのマップの色とかぶさってまして、例えば真ん中緑色っぽいこの色、これはこの緑色のところに建てられますよという話。とはいえ商人町が建てられる場所は今明滅してますが、この場所、漁村だとこの場所、いずれにしてもこの3つのうちのどれかがこの緑色の場所では建てられるということになります。一方この水色の方、ここは城の隣接エリア、これも今明滅してますが、このような形で建てられる。で、緑色の場所にもね城に隣接していれば建てられますので、この緑色の場所であっても今建てられるように明滅しているのがわかるかと思います。なので一番建てられる場所が少ないのはこの真ん中の商人町、漁村、貯水池で、次は城の隣接エリアであるこの右側の8つのメニューで、一番左側は基本的にどこでも建てられるとなってますので、全ての場所が明滅しています。先ほどの画面で青い場所も明滅しているようになっています。この点を考えると、やはり最初はこの真ん中の商人町、漁村、貯水池を建てるのが良いんじゃなかろうかとなります。これらは兵糧もしくは金銭が増えるもの、または兵糧増えるプラスアルファの効果で洪水や干ばつの発生を抑えるという効果がありますので、これらをまず建てられる場所に建てていく。で、建てる際にはマップ上の明滅しているところをクリックすると、この武将名が出ますので、誰かしらの武将にお任せする。で、ここで決定を押しても良いのですが、これで今ここ建設が開始のマークが出ています。これが0から1に上がるとレベルが1つ上がって建築完了。いろいろ画面上にもね期間が24日、奉行、これを担当している人が小西行長とか書いてあります。だがこれを一個一個商人町やって、選んで決定で、武将選んで決定でと全部やっていくとものすごく時間かかりますが、この画面、今戻ってきた画面、ここでさらに商人町を作るんであれば、そのまま明滅しているところをクリックして武将、明滅しているところをクリックして武将、ここでいくつも一気に選ぶことができます。これで決定を押せばここがまた建てられる。そして今商人町を選んで1個ここに作りました。で、このあと別に他の漁村を選んで新たにここを作ることができます。かしこまった。このように一気に決定ボタンを何度も押さずともね、この作り続けることができる。もちろん他のものもねこのように作れますので、かしこまりました。これを全て終わらせてから決定を押すのも良いと思います。だが間違ってキャンセルボタンを押してしまうとか、そういうこともありますので、要所要所でね決定をして決めてしまった方がね安全かもしれません。で、今現在このように押した時に明滅しているところがある程度分かりやすくなってますが、やはり数が少なくなってくるとどこに何を建てられるかが分からなくなるかと思います。その時は右側の候補地というところ、これ今35とありますが、35箇所建てられるという意味になっています。で、その左右のね不等号のマークを押すと場所が移動されるんですよね。これちょっと今遠くから見てるからあまりよくわからないかもしれませんが、このように近くに行ってこうするとこの場所、この場所というふうにものすごくね
場所が分かりやすくなる。まだねこの大きさであれば遠くから見ても光ってるの分かると思いますが、例えばこんな小さなところでも一つのエリアとしてあるので、こうしたところがね気づかずにいる場合が出てきてしまうので、その時はこの候補地を使えば場所が即座にね分かるというのもあります。ここもうまく活用しましょう。続いて、新たに施設が建ったら発展および継続発展というものが選べるようになります。これは今のところはレベルが1のみなんですが、さらにレベル2、レベル3と上げていくことで効果を増すことができる。そのレベルを上げていくのが継続発展と発展です。まあ物自体は同じなんですが、継続発展の方がねまず選ぶ、するとここを選ぶともうすでにここには前田玄意という奉行がいるので、もうこの人がここを継続してレベル2、レベル3と上げていってくれますよという話になります。これ一つレベル上がるとね、その時点でまたやり直しというか発展再度選択という形になりますので、まあ、そこだけはその都度発展をしていく、まあ、レベルが上がったらまた継続発展で選んでいくということになります。でこれをまたこのマップでピカピカ光ってるところ全部やっていくと大変ですので、左下施設選択、これを選ぶとこのようにリスト型でね全部出るんで、でこの時まだ一個一個選んでいっても良いんですが、左下一括選択がありますので、これでやって決定を押せばもうすべて選ばれた状態になります。あとは決定ボタンを押せば今のところすべて継続発展ができたことになります。続いて発展を見ていきましょう。発展は例えばこの場所を選びます。するとまた武将選びから始まるとなります。でこの武将ごとによって上げられるレベルの上限がありますので、これを例えば先ほどの継続発展でここレベル1からレベル2に上がった、だから前田玄意がもしレベル2までしか上げられなければもうそれ以降上げられませんので、一旦奉行が解かれる状態になります。そういう時はこの発展から場所を選んで、また新たに上限レベルが高い人を選んでさらに発展させるということが可能です。ここでもマップ上から選んでいっても良いんですが、面倒なので施設選択から茶屋町という形で選んでいく。ここはねまた武将選びもやらなきゃいけないので、まあ、発展は手間少しかかるということですので、基本は継続発展をやった後に余ったら発展をするという流れが良いかと思います。では続いては撤去についてです。撤去はいらなくなった施設を壊して、その後また新たに新設をするというもの。例えばここはいらないと思ったら選択して決定、ここも同じく左下施設選択から一括して選ぶことができます。ここで例えば何々塾というのがいらなければその塾を選ぶとか、そういうね選び方も可能です。これは後で大量にリストが出てきますので、なかなか選ぶのは大変ですが、その時はもうレベル順でレベル低いのを壊すとか、もしくは施設の名前で宿場町をやめて茶屋に変えようかなという時は宿場町を全部壊していくとか、そういうような選び方が可能です。でここでもね右下候補地がありますので、これでどこに今物が立ってるかは把握できますが、またあとはもう大量にもう数十とか数百とか数字が上がってきますので、あまりこれをね活用するのはないんですが、この候補地でも場所を把握できるというのも覚えておくと良いでしょう。これは他のね発展の際でも同じようにできますので。ここまでは操作方法の説明でしたが、今度は状況に応じた建設を考えていきましょう。まずこの武田と接しているこの場所、ここを見ていきましょうか。前線の拠点、できれば防衛拠点を建てたい、防衛施設を建てたいとなりますので、で防衛施設はどれかというと、左側忍びの里、巡検所、防塁、砦が該当します。それぞれの内容はご覧いただくことにして、一つの目安といってはなんですが、大体の考え方としてはまずどこで守るかということを考える必要があります。だが敵がどういうルートでね来るかというのは、何度かやってれば敵が攻めてくれば分かるんですが、この状態では分かりませんので、基本は城の中で、城の拠点でエリアで戦うことを
一つ念頭にやった方が良いのかなと思います。となると城のそばにいろいろ建てていく。で、一つまずおすすめなのが砦。これはもし決戦で敵が早く城にたどり着いても、もし決戦になった場合には必ず自分の方に砦が配置されるのと、戦況変化量と視界が拡大するという効果があるので、これを敵とは反対側に一つ立てておくのが良いんじゃなかろうか。で、続いて敵より自らの兵数が多いのであれば問題ないんですが、当然攻められるということは敵の方が兵数多いことが多いので、この防塁で上限兵数減らすというね、この戦場での上限兵数を敵も味方も減らすという効果、これを作ると良いと思います。で、今現在は上限8800飯田城のこの飯田の場所は、これを作ることによって上限兵数が減ります。で、この他に大体これは一つずつ作れば問題ありません。で、この他に準検所というのが自分の方の兵数上限だけを上げていくという効果があります。これは範囲、結構広く範囲が描かれてますが、この範囲内に例えば飯田を守るんであれば飯田が入るように設定をします。これは複数作っても効果が重複しますので、例えば2箇所ぐらいにこのように作る。こうすると建物が建った後はここの上限兵数が増えるということになります。敵の方は減ったまま、こちらは増える。で、最後忍びの里は、これも範囲で効果が発動するんですが、この範囲内に入ったら敵の兵数とそして兵糧を少し減らすという効果がありますので、これもまあ飯田城かその手前側の敵、この行軍ルートにかかるように作っておく。かしこまりました。大体前線はこのような形でいいんじゃないかなと。で、敵が攻めてくるルートに物を作ると、敵がここを通るとその建物は壊されてしまうので、この方向には作らないか、もしくは壊れて良いものを作っておくというような考えがいいかと思います。防衛はできるだけ後ろ側では。これで様子見ていきましょう。今現在上限が8800ということをね、覚えて次の月行ってみましょう。では全て立ち終わったので見ていきましょうか。ここの上限兵数は今8800-1240と書いてあります。このマイナス1240というのは、この防塁上限マイナス 30% の効果が発動されたものになります。だが実際の計算だとね、マイナス1240ではないと思うんですが、これはなぜかというと、すぐそばの準検所上限が兵数プラス1000される、もう一つ立てて合計プラス2000なので、8800プラス2000の1800から 30% になっているかと思います。では実際にここで戦がある場合はどのような数字になるか確認していきましょう。これ今攻められてはいませんが、もし敵が来た場合、織田家は7560、一方武田は6160で戦うということになります。これが先ほどの準検所と防塁の効果によって兵力差が出ている。このような形で敵の兵数減らして、なおかつこちらの兵数を上げるというね、防塁と準検所にはそのような効果がありますので、これらをうまく使うことによって扱う兵数少なくても敵を追い払ったり、こちらの兵数が上回って敵と戦ったりすることが可能です。では続いて軍事関連以外見ていきましょう。先ほども言ったように、できれば商人町、漁村、貯水池は優先して作っていった方がいいと思いますので、これでピカピカ光っているところを優先して建てていくと良いでしょう。この商人町は商圏の拠点があるところじゃないと作れませんので、まあ、その点は、まあ、ピカピカ光ってくれるんでね、分かりやすいですが、マップ上で見る際にもね、ここでは証券生産と書いてある、一方よそでは書いてないので、ここでは商人町が作れないとか、そういったことが把握可能です。また漁村に関しては魚のマークがね、あるその周辺が作れるようになっています。ここですね、魚のマーク。なので海に面していても魚のマークがないところ、漁港のマークがないところではこのように作れないとなります。貯水池は川がある、
その周辺に作れるとなりますので、こうした場所、ここは川があって鉄砲隊マイナスの効果もあるんですが、こうした川がある場所、そのそばに作ることが可能になります。では商人町漁村貯水池建て終わった後はどうするのかというと、城の周りにのみ建てられるものを作っていくことになります。この右側がね、8つ全てがそれに該当します。でどれを作ればいいか、まあ、塾関連はそこまで積極的に作る必要はないかと思います。余裕があれば、部長の育成やりたければ作るのも良いと思いますが、そこまで優先するものではないかなと思います。となると他3つになりますが、連兵所は士気が上がるので、序盤の農兵のみの時に戦う時に有利に働くかもしれません。だが、まあ、それ以外の時は中盤ぐらいになるとね、もうそういうのも必要なくなると思いますので、そうなると宿場町か茶屋を建てていくことになります。でこれどちらが良いか、宿場町は流民が増えやすい、茶屋は民忠誠度が上がる。で宿場町の方が直接的にはね、分かりやすい効果があるので、流民を増やして、そして開墾すれば農民になったり、もしくは足軽に変更することも流民はできますので、そうしたことを狙うのも良いと思います。だが茶屋の場合は流民、民忠誠度が上がれば流民増加量が増えて、なおかつ農兵の歩兵速度が上がるとか、生産性、農業の生産性が上がって兵糧収入増えるとか、そうしたメリットもありますので、まあ、このあたりはどうすればいいかは好みになるかなと思います。流民がすでに多いところであれば、もう茶屋町を作って囲ってしまうのが、城の周りを囲ってしまうのが良いとは思うんですが、そのあたりはプレイスタイルに合わせて選んでみるのが良いかと思います。最後に余った場所に梶村か牧場を作っていく。これは牧場は馬が増えて、梶村は鉄砲が増えるという効果で、梶村に関しては2箇所必ず作った方が良いという場所があります。一つはこの琵琶湖の東側にある国友という場所、ここに作ると鉄砲の得られる数が5倍になるんですよね、通常より。ここに緑色の鉄砲マークがあるのが見えるかと思いますが、この国友鉄砲火事と書かれてますが、鉄砲火事がある拠点は鉄砲を得られる数がかける5になる、なのでかなり効果が高くなる。で同じような場所はこの西下城の東側、根頃寺でも同じような効果があって、こう鉄砲が今見えるかと思います。根頃鉄砲火事と書いてある、ここも鉄砲火事を梶村作るのが良いと思います。もちろん今はこれ敵の拠点なので作れませんけど、この2箇所、実を言うとね、鉄砲火事関連はこの2箇所しかないので、この場所だけは覚えておいた方が良いかと思います。一方牧場の方でも馬産地というところで建てれば3倍の効果があるというものもあります。馬産地はこの馬のマークが見えるかと思います、緑色の、ここを建てていけば3倍の効果がある。で馬産地に関しては大量にあるので、このマップ上で選んでいくのが良いんじゃないでしょうか。パッと見他にここにもありますし、ここにもありますし、でこれはねリストの方でも見られますので、今証券を選びましたが、ここで資源をクリックするとこのように漁港とか鉄砲火事、今ここ国友証券と根頃寺証券には鉄砲火事が資源があって、ここに建てると鉄砲がかける5されて納入されますよというね。で馬産地は逆にたくさんありますので、こうした場所もね把握しながら、だがこれを全部覚えるのなんてことは無理なので、あのマップ上でこのマップ上で見て決めた方が良いかと思います。とこのような感じでやっていくとテンポよく楽しむことができるんじゃないでしょうか。で最後にまとめますと、新設で前線の城には防衛施設を作る、
その後、商人町や漁村など作れる場所が固定されているものを作っていく。その後、城の周辺に宿場町や茶屋町を作る。続いて、新設がすべて終わったら、次は継続発展から施設を全部選択していく。で、継続発展で足りないところは発展でピンポイントに設定で、領土が拡大したら撤去とかやって、必要な施設を取り除く。大体このね、流れでやっていけば良いんじゃなかろうか。他にもね、いろんなプレイスタイルによって作るものが変わってくるかと思いますが、そのあたりはぜひ自らのプレイで楽しんで選んでみてください。というわけで攻略のコツを得たいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。